ちは、ミレイです。今日はインストラクターの紹介をしたいと思います。ミレイジャブリリエには私以外にインストラクターが4人います。ダンスの能力と人柄はもちろんのこと、みんなそれぞれの個性がキラリと光るメンバーばかりです。ではインストラクター紹介いってみましょう。レッツゴー。こんにちは、あっざです。私は十字屋カルチャーセンターで月に3回ベリーダンスのクラスを担当しています。生徒さんに楽しんでもらえるようベリーダンスのレッスンを進めています。笑いありのレッスンの中、もちろんスパルタな時もあります。少しずつでも上達していく生徒さんの姿を見るのはやっぱり講師として嬉しいものですね。ベリーダンスの魅力をこれからも伝えていけるように、私自身もノンストップで成長していきたいと思っています。ベリーダンスを習い始めて人前で踊れるようになって嬉しかったのは、私の踊りを見て楽しんでもらえたり喜んでもらえる人がいるということです。そしてイベントに参加したり、最近ではコンペティションにも挑戦する機会がありまして、そこで、各地に知り合いが増えて一緒に学べて楽しんで頑張っていける仲間がいろんなところにいるということがとても幸せだなというふうに感じています。次に私の好きなものを紹介します。ダダ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 ン、コーヒー。自宅ではこのコーヒー豆を愛用して飲んでいます。イベントの時とかにもコーヒーを持ち込んでリラックスをしています。そしてもう一つ、저는크미시하고같이한글을배우고있어요。韓国語を学んでいるのですが、同じミレージェブリリエのインストラクターであるクミと一緒に韓国語のレッスンに通っています。韓国のイベントに参加することが少し前にあって、その時から一生懸命勉強しています。以上、あずでした。では早速自己紹介していきたいと思います。名前はさっきも言った通りクミです。はい、で今はですね、担当しているクラスはないんですけれども、先月まで K-POP とベリーダンスを組み合わせたフィットネスクラスと、ボディメイク筋トレのクラスを担当していました。あとは発表会用の群舞のクラスを時々担当しております。私がレッスンの時に大切にしていることは、ズバリ楽しんで元気になってもらうことです。私は夜のクラスしか担当したことがないんですけれども、皆さん仕事終わりに通っていただいていたので、まあ大体疲れていらっしゃるんですね。なので私のレッスンでは、今日あった嫌なことを吹き飛ばしたりだとか、明日も頑張ろうと思って元気になってもらえるような、活力の与えられるようなクラスにできたらなといつも思っています。
ベリーダンスを踊っていて、まあ、すごくいいなって思うことを、まあ、いろいろあるんですけれども、私は本当に単純に踊っていてすごく楽しいです。気持ちいいですかね。こう音と一体になって、音を体で表現して、なんですかね、こう音楽の世界に浸るじゃないですけれども、こう音ハメみたいなものがすごく気持ちいいです。私は結構その音に強めにはめるっていうのが好きなので、こうドンっていう音があるんだったら結構な筋肉を使ってドンっていう風な動きを私はするんですけれども、そういう、まあ、割とパワーを使う、動きを生徒さんとかがしっかりできるようになっていく段階を見るとすごく嬉しいですね。こう先週までちょっと弱かったのに、あれなんか今週すごいできてるとか、シェネ全然できなかったのに、あれなんか久しぶりに見たらめっちゃシェネできてんじゃんとかっていうのを感じると、心の中ではすごく嬉し泣きしてます。実際には泣きませんけれども、で本当はすごく嬉しいと思っています。はい、で私のことなんですけれども、まあ、ご存知の方もね多いと思うんですけれども、少し前まで髪の毛が金髪だったりとか赤髪だったりとか、結構派手な髪色をしておりました。でダンスも派手なスタイルがすごく好きなので、まあ、そういうバーンっていう感じのものが好きな人です。はい、で今日も着てるんですけれども、こういう唇の柄のものがすごく好きで、唇グッズを見てしまうとすぐに買っちゃうっていう人になっております。あとは結構クリエイティブ担当、クリエイティブ担当なんだろう、なんていうんだろう、わかんないですけれども、例えば、曲を編集したり、コンペとか発表会とか、ハフライオンに短めとか長めとか、こう時間に合わせて曲を編曲するっていう、担当をしていたりですとか、あとは最近は、LINE スタンプを作ったりとかですね、あとはこういろんなイベントの時にこう MC で入ることが多いですね。はい、私のことを分かっていただけたでしょうか。これからも頑張っていきますので、ぜひともよろしくお願いします。では最後に私のちょっとだけねダンスを、見ていただければなと思います。私がレッスンの中で大事にしていることは、和気あいあいとした雰囲気作りと皆さんに楽しんでいただけること、あとはできなかったことができるようになる喜びを味わっていただいた、いただきたくて、レッスンをしています。私自身もできなかったことができる喜びを感じて成長できたので、ぜひ皆さんにそれを味わっていただきたく楽しみながらレッスンをしています。そして、私がベリーダンスをしていて嬉しかったことは、知らないお客さんとも仲良くなれて、楽しんでもらえて笑顔になってもらえて、そこからお友達にもなって、ベリーダンスを始めてくれる人もいて、
何よりベリーダンスのことを好きになってもらえることが私の嬉しかったことです。そして私の最近のマイブームは温泉です。お休みの日にいろんなところの温泉に行って、そこの美味しいご飯も食べてパワーチャージをする、すごく癒されるので皆さんにもおすすめです。ぜひ行ってみてください。以上、あさみでした。この度インストラクターの仲間入りをしましたさやです。私は、毎週水曜日赤坂のスタジオでとインストラクターの元気印であるあさみさんと一緒に各週で初心者クラスを教えていくことになりました。私も初めての経験でドキドキとワクワク といろんな思いで今いっぱいなんですが、まずは皆さんに楽しんでもらえることを目標に、毎週のレッスンが楽しみだなと思ってもらえるようなクラスを作っていきたいと思います。私もみんなと一緒に成長していきたいと思ってます。私がベリーダンスを始めて嬉しかったことは、やっぱり自分の踊りを好きだと言ってもらえた時、今まで頑張ってきてよかったなと思うのと同時に、これからもっと頑張ろうという思いになります。ちなみに私に初めて声をかけてくださった方は小さな男の子で、その時の写真がこちらです。まだ人前で踊り始めて間もない頃だったんですけど、踊り終わった後にお母さんと一緒に私のところにやってきて、風船を私にと言ってくれたのがすごく嬉しくって大切な思い出です。あともう一つやってきてよかったなと思うのは、ベリーダンスを始めて一緒に頑張れる仲間や友達、いろんな方に出会えたことです。大切な人たちです。あと私の好きなことは食べること。やっぱり食べてる時が一番幸せだなと感じます。特に、甘いものが大好きで、疲れた時などコーヒーと一緒に食べると最高に幸せだなと感じます。美味しいご飯屋さんやケーキ屋さん、カフェ屋さん、いろんな情報待ってます。以上、さやでした。ビレージェブリリエは加新浜と姪野浜と大名でレッスンをしているので、ぜひ皆さん遊びに来てください。この動画がいいと思ったらグッドボタンと
チャンネル登録をよろしくお願いします。